結構 ひどかったわ。ひどかった。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライブの竹内です。今日もですね、ここジェネシスマッシブドリフトパークからお送りしてますけども、その中ですね、今日紹介したいのはこの後ろに置いてあるドリカー2ですよ。この前ね、マットマイクに作ってもらったこのマツダのリップの、ボディがついてますけども、それだけじゃないんですよ。これね、いろいろ変わってます。今回このサーキットの走行会に向けてですね、いろいろ変更してきました。はい、やってきましたいらっしゃいませ。ね、11時半ぐらいか、ですけど、せっかく今朝ね、昨日ライブ遅くに終わり、そうだね、朝早く起きて、おにぎり作って、野菜用意して、ドリンクボトル持って、全部置いてきたんですよ。それ超寒くない？がっかりだよ、自分に何やってんだ。タラちゃんはいらっしゃいませー。でね、じゃあしょうがなく車の中にあったお菓子食べてるって、いや、よかったね、車、お菓子あってよかったじゃん。なかったらアウトだったよ。ああああ積んでるんで、お菓子は。ああよかったね、タラちゃん調子そう、今日はエンジンを新しくしてあるし、はい、ここほら、前回ね、チェーンが外れちゃったところをこの強化しました。おで、なあとはステアリングね、はい、これがむっちゃ切れるようになってるから、前より、前比べてね。そうそう、これが、まあ、どんな風に走りに影響あるかっていうのをやるんだけど、まあ、それついでにね、ちょっとウータラちゃん助手席の下、助手席じゃないか、この膝上にちょっと乗せてやってもらおうかなと思います。私ドリカーの上ではお菓子禁止だったよっしゃ、はい、行きましょうか。はい、かわいい、ちょっと日焼け止めの、日焼け止めね、そうね、はい、ウラちゃんもいらっしゃいいや、今日暑いね。よいしょ、じゃあちょっとねエンジンかけていきましょう。ちょっとですね、こうやってジャッキアップしまして、いけますよ。これね、音がまたね、めちゃんこうるさいんですよ。なんか、うん、車のタイヤベロンベロンだけど、あおー
は？めっちゃ楽しみだね。ねえ。あれこれでコース走った？これで走ってない。楽しみです。ちょっとお菓子見して。何食べてる？ニュージーランドのグレインウェイブスとツイスティーズ。まあカールみたいなもんですね、こっちはね。じゃあね、ちょっと。ちょっとだけ。ちょっとだけね。ちょっとだけね。ちょっとだけね。カズちゃん見てね。アクセル音、もっとアクセル音。おお、イージー。どう？やっぱ狭くて可愛い。でも前よりアクセル踏まなくても出る感じしない？そうそうそう、なんかすごい、そうだよね。そう、かっこいい。いやー、そしてこれなんかヨシと合うね。その格好と合う感じ。いや、ナイス。いや、アグロだよ。ナイス。ヘルメット装着、レーシングスーツ着てグローブをはめて。いざ。いってらっしゃい。ほら、パパにいってらっしゃいって。さあ、どうなるか。コースで。デチ君いたね、パパね。近すぎる、ごめんね。かっこいい。パパだよ、誰がって。うわ、ほんとだ。あ、見たな。
多分チェーンがおかしいな。お、あ、大丈夫だ。あ、取れた。なんかキルスイッチが取れましたね。どうだった？出ました。気をつけてよ、それ GoPro ついてんだから倒れないでよ。なんでこんな楽しんでる。いやでもね、どう？全然違う。いや、もう見てる限りパワフルだったよ。でしょ？ストレートに向けて、うん、あの回転をセーブできるみたいな。へえ。全然違う。最終コーナーからメインストレートはずっと余裕で3発もできるし、お1回真ん中マンジ入れてもいけるし、お一発でいったらすごい速度が出る。パワー取っとけるんだ。そう、もう全然すごいじゃん。なんか速度感が違う。へえ。よし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 。すごいじゃん。なんかさ、余裕があったでしょ。アクセルはまバカバカ。そうそうそう、うん。もうインフィールドだったら、スーンって。もう全然アクセルを半分ぐらいでいける。こうしてこんな晴れた空の元試せて。いや、よかったね。うん。全然違う。よかったね、本当ね、今日来れて。しかも今日はあのドローンでね、ちょっと撮ってもらったりして、またすごい映像が。ただね、最後なんかちょっと止まっちゃって、あのスイッチが取れちゃってるんですけど、それが本当にスイッチが取れちゃってダメなのか、それでも中にちょっと問題があるのかとか分かんないんで、それからちょっと返してね、チェックしてみたいと、はい、思います。でも大丈夫、今日終わりましたけど、まだ V36 で走りますんで、はい、まあ、それはまた別の動画で上がってますんで、見てみてください。いや、これ結構 ひどかったわ。ひどかったっすよ、これ。これイグナイターのパーツなんですけど、これ何が悪かった、多分ね、これ先にこのマグネットが取れて、で、それがここに当たって、で、折れたと。で、それだけだったらまだ良かったんですけど、この部分ね、シリンダーなんですよね。シリンダーの部分がこんなになっちゃって、いやー、これは参ったな。マグネットが折れて、で、このギリギリの位置でね、ピックアップ取ってるところに当たって、その根元が折れたという感じですね。これはなんだよ、これもう超ショック。参りました。これは参った。ちょっと家に帰ってね、考えたいと思います。はい、ニュージードリフトライフではですね、こういう感じであの車関係の動画いろいろ上げてます。あとドリフトカートとか、あと V36 スカイラインとか、あとまあなんかこういろんなね、面白い車両いっぱいニュージーランドいるんで、はい、まあ、そういった車両の、紹介なんかもしてます。はい、そんな感じで、もしよければね、いいね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あとはこの T シャツとかね、キャップの販売も行ってますんで、はい、下のね、概要欄からリンク見てもらえば嬉しいです。はい、そんな感じで次の動画でお会いしましょう。どうもー。